江戸時代から続く新井の六島朝市、ここならグルメな情報も聞けそうです。第5位は妙高市民の熱愛グルメを聞いて回ってまして、タケノコ汁、お盆でみんな実家に帰ってきた時、タケノコ汁でもてなすっていうか、俺タケノコ汁大好きだよ。こっちの方はね、よくタケノコ汁食べるんだけど、朝市に並ぶ露店をよく見ると、どのお店もタケノコの瓶詰めが売られています。これがタケノコ汁に使われる根曲がり竹、5月から6月にかけて妙高山麓で採れるんだそうです。真夏でもね、タケノコっていうのは瓶詰めになってるのあるから、はい、それをもう一年中食べれるんですよ、タケノコ汁は。お友達同士が集まりタケノコ汁を作るということで、こんにちは、丸鶏はお家にお邪魔させてもらいました。タケノコ汁見せてください。人参、玉ねぎ、豚肉と一緒に根曲がりだけをグツグツと煮ます。味の決め手として入れたのはなんとサバ缶。山と海の恵みを一緒に入れる、なんとも贅沢なタケノコ汁。卵で閉じたら出来上がり。毎年春に根曲がりだけを取り、タケノコ汁を作るのがお母さんたちの楽しみなんだとか。美味しいです。美味しいですか。どうも一つ、妙高市民がお家で作るごっそ、タケノコ汁でした。妙高山のように大きくそびえ立つグルメが第4位に入りました。丸鶏のアンケートではボリューム満点の昔話に出てきそうな唐揚げがあるという声が。ボリュームが期待できそうなグルメを出すお店は妙高高原インター近く、ランチが人気の日本亭。お待たせしました、唐揚げ定食の、はい、うわすごい。まさしく妙高山のように盛られた唐揚げ 300g、 高さはおよそ15センチ、げんこつ唐揚げ6個も乗っています。うん、おいしい。外側がカリッと、中のお肉はもちろんジューシーですね。どうしてこんなにボリュームがあるのでしょうか。肉を測って少しだけ残すとか、半端が出るの嫌で、もう綺麗に1枚全部使っちゃおうかなっていうところとか、女性の方もペロッと垂れてくるんですよね、はい、そうですか。タケノコ、唐揚げに続く第3位、自然豊かな妙高の恵みがランクインです。これ蕎麦美味しいんだよね、意外とね。お蕎麦屋さん美味しいじゃん。美味しいですか。うん、他にも妙高の蕎麦は美味しいという声が。おすすめのお蕎麦屋さん教えてください。お蕎麦亭さんっていうのがね、お蕎麦特殊な地元でしか取れないそのお蕎麦のを使った。妙高マダムがおすすめしていた小そば亭へ運ばれてきたそばを見ると、ん？見た目は変わらないようですが、週1回食べに来るお父さん、美味しさは？やっぱり味が違うわね。まあピカイチだと思うけどね、自分では。どこか自信たっぷりのお父さんが推す小そば亭のざるそば。妙高市一帯でしか取れず、お店の名前にもなっている小そばという小粒なそばの実を使っています。甘みと香りが強く、もちもちとした食感がファンを虜にします。市民の皆さんがおすすめしてくれたもう一つの人気店、道の駅新井にある色彩館ひだなん。ここの人気メニューは、お待たせいたしました、
ケメンそばになります。ぜひどうぞ。むむ、イケメン。見た目はこちらも普通のそば、なぜイケメンと名付けられているのか。おそばを2枚分持ったあのおそばになるんですが、よ2枚目ということでイケメンということでさせていただきました。大食いの方、イケメンと呼ばれたい方、ぜひイケメンそばを食べてみてください。個性派そばがいろいろある、妙高はそばのワンダーランドなのです。第2位は妙高の雪が育む調味料がランクイン。かんずりも妙高市のねなんかになってるからね。かんずりですよね。唐辛子の香りというかね、いろいろ薬味に使ったりする。年間50万本も売れ、今や世界中に美味しさが広がるかんずり。唐辛子を塩と麹などで発酵させた辛味調味料ですよね。塩漬けした唐辛子を雪の上に巻く雪さらしは妙高の冬の風物詩となっています。ちなみに夏の今頃はというと、ちょうど収穫した唐辛子を洗って塩漬け、1日500キロの唐辛子を加工しているそうです。妙高市内の飲食店にはユニークなかんずりグルメも。旅所でお邪魔したお寿司屋さんでは、お寿司とかんずりが練り込まれた麺のランチメニューが人気。オレンジ色がかんずり麺です。また居酒屋さんでは、鶏もも肉にかんずりだれをつけて焼いた鶏ももかんずりの塩麹焼きを出しています。妙高ではかんずりを作っているお家も多いんです。春になると鶏容器に1年分のお手製かんずりを作るそうです。蓋を開けると中から真っ赤なかんずりが。生の唐辛子を3割の塩で漬けていくんだけど、缶の時に今度麹と混ぜる。地元の方もこういった手作りの調味料は、めいめいろいろ作ってるみたいね。ちょっとお歳暮の中に入れてやったりとか、そういう風にします。第2位は妙高が生んだ辛味調味料かんずりがランクイン。妙高市民熱愛グルメ、輝く第1位は、あのあれ豚汁有名じゃん。あー、立花のね、豚汁すごい混んでる。これ豚汁の立花さんとか混んで並んでるかもしれない。第1位は県道292号沿いにある豚汁の立花。気温30度を超える真夏でも店の前には待っているお客さんが。ランチの時には常に満席の状態です。人気店立花の看板メニューは、丼サイズの豚汁がメインの豚汁定食。豆腐、玉ねぎ、豚肉と具材は至ってシンプル。多い日は1日300杯以上出るそうです。でも美味しいですね。あ、美味しいですか。1週間に1回食べたくなる。暑いですか。暑いですね。暑いけど食べたくなる。お店からお鍋を持ったお父さんが出てきましたね。なぜ鍋を持っているんでしょう。なんとお持ち帰りもできるので、鍋を持ってくるお客さんも多いのだとか。立花の味はうちでは家庭ではちょっと作られられないからね、まあ、玉ねぎがたくさん入れるって話は聞いてはおりますけど、厨房の中にお邪魔してみると、ご主人が大量の玉ねぎを切っていました。
橘の豚汁の大きな特徴は玉ねぎの量。1日100キロの玉ねぎを消費するそうです。溶け込んだ玉ねぎの旨味が核となる味わいを作り出していたんですね。そもそもなぜこんなに豚汁にこだわっているのでしょうか。当時まだここ国道18号線で主要道路だったんですね。この地だったら何が受け入れられるのかっていうようなことを模索して、手っ取り早くボリュームあって体が温まってというような感じで、橘の代表的なメニューになっていったんですね。ということで丸鶏探検部の調査報告。昔から伝わる家庭の味、たけのこ汁、妙高の雪が生んだ缶ずり、暑い夏でも食べたくなる豚汁。妙高市はふるさとの味でお腹も心もホットになるグルメタウンでした。